リズム動き筒実証実験をご紹介します。例えば英語での観光案内や施設案内をしています。私は区役所の手続きをネパール語で案内しましたよ。ネパール語ですか？はい、意外と需要があってお役に立てました。このように私たちは現場で多くの経験を得て成長しています。詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。そろそろ喉が渇きましたね。ずっと話してばかりですからね。